こんばんは。やっほー。お疲れー、ありがとう。ペンライトも可愛いも、ハートもキラキラも、結婚してーも、ありがとうございます。こんばんはー。中村舞でーす。メイクしてる。メイクしてるよ、今日。してます、じゃーん。珍しい。やっほー。ともキラキラもありがとうございます。こんばんは、こんばんは。中村舞です。お風呂まだ。そうなの、珍しく。そうなんですよ。神、ありがとう。水色？確かに珍しい、ね、うん。お疲れ様。ココアもありがとうございます。前髪伸びるの早いんよね。そう、私も分けようかな、こうやって伸ばして。いや無理。タコハード髪、ありがとうございます。茶髪っぽい。おー、確かに。うん、全然配信で見たら確かに大丈夫そう？こりゃ大丈夫そうですか？戻った？なんかバチバチになってた。電波悪い。大丈夫？よかった。ループしてた？充電はあるんだけどね。でちょっと謝らないといけないことがありましてですね、あのタワーのお礼今日するって言ったんですけど、髪が切れちゃっててなんか足りなかったんですよ。なんでちょっともうちょっと待ってください。ごめんなさい、申し訳ない。髪入れしました。申し訳ない。するって言って、ちょっとまたやるとき言います。ありがとう。なんだっけ、ペンライトありがとうございます。ラブも。もう今日は寝まくりの一日でした。なんで今生き生きしてます、結構。こんにちは、ありがとう。もうすごい生き生きしてます。Q の公演不足。いやマジですいません、本当に出てなすぎてごめんなさい。トイありがとう。ありがとうございます。ジジイもありがとう。公演はですね、2月の前半もちょっと予定がないんですよね、今のところ。なんで福フェスがライブとしては久しぶりに、まあリリベはあったんですけど、福フェスかな。遠足は割と大丈夫ですよ。なんかコンコンするときはあるけど、全然喉は大丈夫。
ハート神ありがとうございます。2月22日にゃんにゃんにゃんです。福フェス以前に比べたら、そう落ち着きました。だいぶ薬をなんか、そう、なんかさ、発作みたいなのがあったらさ薬使ってたんだけど、そのそれを使う機会が減りました。幕張リリーベでマイキを好きになりました。嬉しい嬉しい。また来てね。ディズニーみたいなまつげどういうこと。じゃーん、今日メイクしてるんで。うん、ありがとう。リリーベめっちゃ楽しかったよね。なんか久しぶりにライブした感じがあってそう、ありがとう。暗闇ポジ意外だった。暗闇ポジション、暗闇いろんなとこやったことあるかも。なんかさ、そうレッスンに出れてなくって、で一人でやってたんですよ。でそしたらなんか一人で踊ってたらなんか振りがだんだん分かんなくなってきて、なんか久しぶりだったからあれあれみたいになってでちょっと大丈夫かなと思ったんですけど、やっぱね音楽がかかるとね大丈夫でしたね。ありがとう。体が覚えてるね。ありがとうございます。うんうん、うん、体の方が覚える。折り目の曲って折り目ポジ以外ですることあるか。基本ないけどたまーにあるかもね。でも私は基本折り目がいい派なんですよ。絶対に折り目がいい派なのでそう、うん、なんかねやっぱりね、その自分のポジションってすごい大切なものなので、なんかその時の自分のなんかいろんな思い出とか気持ちがこもってるか詰まった、なんか詰まっ、なんかその時にしかこうなんて言えばいいのかな、なんかそう、その時に与えられたポジションってすごい思い出が詰まってるんですよね。そうなんで自分のポジションが基本、まあオリジナルやりたいですね。やりたい。でもたまーに、まあいろんな理由があってできない時はありますけど。
そう、マイシングルマイシングル、いろんな思いでもらったポジションなので、そうですね、この時はこういう悔しい思いをしたけど、このポジションをいただけてこういう思い出ができてみたいな、なんか一個一個悔しいもいい思い出、嬉しいもたくさんあるし、本当にありがとう、うん、思い出、思い出っていうか、なんかその時の記憶とかがいっぱい、うん、誰のフロント嬉しかったな私も嬉しかった。7枚目シングル、6枚目シングルは結構自分の中でこうどん底期だったんで、7枚目でフロントに、そうフロント いただけたのが嬉しかった、思い出ある。なんか6枚目のさ、独り言で語るくらいならの中間ぐらいな、ヘタレたちをまだ出る前全然ぐらいの時に占いに行ったんですけど、なんか占いですごい結構言われたんですよ。でなんかすごいなんかね、もういっぱい言われて、もうでもなんかその後に占い師さんがなんかでも秋ぐらいになんかいいことがあるみたいなこと言ったんですよ。いいことっていうか、なんかガラッて変わるよみたいな言われて、スパルタの占い師じゃなくて別のもう一個占い師さんに見てなんか言ったんですよ、プライベートで個人的に。でそう、なんか秋ぐらいにいいことあるよみたいな、続けてたらみたいな。私基本仕事占ってもらうんですけどそう、そしたらヘタレラジオが、まあ、秋発売、秋発売とか秋撮影ぐらいだったかな、そうそう、ちょうど時期がかぶっておーんってなりましたはーん、まあまあ信じるかどうかって、いいことやったら信じますね占ってもらってない、もうおししかかたん、ありがとう。出ないなー占い、定期的に行ってないよ。なんかなんで行ったんだろう、もう覚えてないんだけど、その時なんか2回ぐらい占いって、1回目はスパルタの占い師さんにもう本当にもうすっごい言われて本当に、で2回目は2回しか行ったことないかも。ボコ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 にされた、なんかすごい言われた思い出ある。ちょっとしょげたし、
ちょっとちょっとプンプンした。ライダーありがとう。占いにもセカンドオピニオン大事です。なるほどね。別のとこ行った方がいい？次いつ行くか。いや行く予定ないな。あんまり。いやそのなんかボコボコに言われた人はもう卒業しちゃったんですけど、あの今泉みりあちゃんっていう2期生のこと言ってたんですよ、2人で。もう帰り道にめっちゃなんかずっと占いの話ばっかりしてて、え、なんであれ言われたんだこれ言われたんだって怒りながら帰ったもん。うん、ミリアも言われてた。すっごいなんかもう言われてるなと思ったし、私も言われて、当たってた。いやなんか当たってたとかじゃない、もうなんか頑張れって感じだった。なんかやりきってないみたいな、なんか松岡修造さんタイプじゃないけど、なんかもっとやれみたいな感じの占い師さん、なんか全力でやってないんだよみたいな、ちょっとなんかちょっと怒られる系。何占い？タロット。タロットだったかな。カードピリピリピリってしてた。ピリピリってかペラペラなんかしてましたね。スパルタタロット。金払って怒られるいやだからちょっとねえ、まあねえ、ありがとう。占いね、でもどうなんでしょうね。もういかんかもしれん。ありがとう。かわいい、結婚してた子ありがとう。なんかさ、今の仕事向いてないよとか言われたらさ、結構逆に燃える。占いに勝ってやろうって思う。なんかなんでそんなこと言われるんやって、占いに勝ってやろうってちょっと思ったりする。反発。ねえ、まあどう占いの使い方ねえ、まあちょっとね、負けるもんかみたいな。うん、勇ましいだろう寂しいとは思わんけど。
占い好きか。いやーどうやろう。でも久しぶりにちょっと行ってみたくなったな。この中に占い師の方はいらっしゃらないですかね。手相見せて。え、なんか大丈夫かな。なんか手のひらとかも見せちゃいけないんじゃない。一瞬だけ。何が指紋採取しちゃうよ。やだやだ。でもさ、指紋って変えれんのかな。まあ、変える必要ないんですけど。何もしてない。なんかでも一回ね、やけどしたんですよ。あのこうヘアアイロン、ヘアアイロンを持っちゃって、そしたらあの指紋がなくなって、一回めっちゃツルツルになったんですよ。本当もうマジでツルツルの指になって、指紋がなくなったって思ったんですけど、また復活しました。同じ指紋なのかな、わかんない。なんかやけどとかするとさ、指紋一回なくなったりするよ。え、本当に本当に指紋認証はあんまないけど、すること。指紋認証ない。携帯顔認証しかない。いや、割とすぐ復活した。人間の力ってすごいなと思った。あのなんかね、こんな渦巻きみたいなのがさ、また復活してさ、すごくない？ありがとう。ロックしてないか？え、してるよ。もう大事ですから。携帯落としたりしたら大変だし。スマホ落としただけなのに。見たことある、あれなんだっけ、どんなやつだったっけな。見たことあるんだけど、めっちゃ怖かった。白石麻衣さんの、そう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 、顔認証双子だと突破できることあるらしいね。そうなの？似てたら？でもさ、世界にはあの似たような顔の人が3人いるみたいな言うじゃないですか。だからさ、多分突破できる人あと2人ぐらいいる。姉妹でも、いや、お姉ちゃん、お姉ちゃん絶対違うと思うけど、姉級、姉級の顔認証、いや私絶対突破できないと思うよ。
似てないの。いや双子までそっくりじゃないからさ、まあちょっと似てるとは思うけど、わからん。なんか大きくなったらさ、大人になってもうなんか似てるかどうかってあんまわからん。なんかさ、昔は思わなかったんだけどさ、親がさ、おじいちゃんとかおばあちゃんにそっくりになってくる。あの、なんて言うんかな。この現象わからん？なんか、うちのお父さんとか、おじいちゃんにそっくりだなーって、なんか思い始めてくる、大人になればなるほど。え、めっちゃ思うよね。なんか、子供の時は思わなかったけど、ちょっとそっくりやなみたいな。わかる。え、あるあるだよね。うちのお母さんもおじいちゃんに似てて、おじいちゃんに似てるなんて言ったらめっちゃなんかちょっとって感じだったから、あんま言ってないけどえ、めっちゃ似てくる。私もそうなる。私もお母さんかお父さんに似てくる。見た目もだし、なんか性格ってか行動ってか、なんだろう、なんか、うん、言うこととか似てくる。しかもそれが大人になってから よりなんか感じる。うわーなんか似とるなーって。全部歯で噛み切る。あ、うちのおじいちゃん、あのすごい手とか使わずこうカーってやったりするんですけど、お母さんはしないですね。そこは似てないわ。でもお母さんはすごい穏やかそうなんですけど、あの車のハンドル持ったら結構ワイルドになるので、多分根はワイルドなんですよね。なんか急にちょっとあの変わる。血がワイルドの血が流れてるから、私もそうなるかな。運転、私多分人見知りすぎてさ、こういうのできん。あのあるじゃん、なんかわからん、どういう時にあるかわからんけど、なんかこうすれ違う時になんかどうにかこうにかなったらこうやって挨拶する時あるじゃん。とか、あなんか、あ入れてもらったり、あのこうこの道に入りたい時に、あそう、譲られたりした時に多分絶対できん。あのちょっと人見知り、目合わせる。なんで免許取らないか、もう取っても乗る時がないからですかね。うん、車持ってないしね。
ハザードランプ？え、なんだっけ、あの、て、てん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 で愛してるみたいなやつ。あの、5回光らせたら愛してるみたいなやつ。あ、ブレーキランプ？え、わかんないけど、なんか、パン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 で愛してるの意味だよ、みたいなやつ。未来予想図？それかな？ブレーキ踏む？誤解？ハザードランプとブレーキランプ？え？なんだっけ？あの、よくわからん。一緒じゃない？別物？ハザードランプってさ、愛しさのアクセルの歌詞に出てくるよね。出てこん、歌詞が。違うって。ウインカーわかる？どっちに行こうかな、みあれ、あの、え、ウィンカー？ありがとう。迷ってる。どっちに行こうかな、右折か左折か、どっちにしようかな。ワイパー、もう私ワイパーのさ、気になるところがあります。あのさ、こうさ、ショールームの画面だとしたらさ、これがワイパーで、ここどうするんですか、もうここの部分、ここの部分拭けてないですよみたいな、めっちゃ気になるそこ。だからさ、こういうさ、みたいな、やつならないですかね。私これちっちゃい頃からずっと思ってた。なんか親の車に乗ってさ、なんでここは吹かないんだろうみたいな。あ、見えるとこだけってこと？視界に入らないから。でも気になる。運転の邪魔にならないから。でもね、気になるね、やっぱり。あの、ここだけの部分、ここ、マスクしてたらメイクしないのと一緒。見えるとこだけしちゃうみたいな。そうかな。そういうことか。マスクしてるから、じゃあ目だけメイクしとこうみたいな人と一緒ってこと？納得したか。ありがとう。まあね、確かに確かに、視界をね、見えるとこだけでいいもんね。
なんかさ、ショールームで映らない部分みたいなやってるけどさ、本当にさ、何なんですか？私のショールームで映ってない部分がどうにかなってるんですか？もしかして部屋が散らかってるとか言いたいんですか？物はまあ多いですね、確かに。履いてるの？履いてますよ。でもちょっと映さないときます。なんかあのさ、いやね、確かにショールーム、あの、下は割とどうでもいいんじゃないけど、なんかだるぎりのときとかよくある。履いてないことはないんだけどね。なんか上と下合ってないねみたいな時はよくあるかも。来て逃げた。今は今ねスカート履いてるよ。スカート履いてるよん。見して、やだ。やだよーん。嫌だね。見してもう本当に、あのあれですよね、なんか見えないものこそ見たくなる。今みんな多分そうなってる。ダメって言われたからより見たくなってる。ダメです。見えないものを見ようとしててみんなが言ってる。入ってんのか、ハラスメント。そうですよ、ハラスメントですよ。本当に守りたい、この笑顔ありがとう。今日もありがとう。でもね、たまにね、こうスマホが転げ落ちることがあるんですよ。怖い。ありがとう。爪キラキラしてる。塗った。わかりづらいよね、さりげなく塗った。多分めっちゃ気づかんと思う。ネイルいいんだ。いや、いい時と悪い時がある。そうなんですよね。そのなんか公演とかライブとかは撮らないとダメ。そのなんかなんて言うんですか、レッスンとかは全然大丈夫。そうなんか映る、お仕事で映ったりするときとか、そういうのはダメなんです。お話し会はね、多分いいと思う。衣装じゃなかったらいいかな。
いいはずなんだけど。分からん、どうだろう。なんか STU ちょっといろいろと一回厳しくなったりとか、いろいろなんかわかんないですよね。もうルールがよく改定されたりとかするんで、多分なんかね、どうだろう、わかんないや。高速みたいなのあるあるかも。レッスン着の中出し NG、 そうだよ。でもそれは結構みんなちょっとなんでだーってなってましたけどねそうだねっていうか、多分レッスンはね、まあ普通に体型とかも見えるから、お腹出したいっていうよりかは普通にでもお腹が出てるレッスン着とか割とあると思うよね。ちょっとなんか出したいっていうか、自分でなんか意識の高さっていうか、なんていうんですかね、鏡あるし、別にそんな深い意味はないと思うんですよ。そう、でもなんか NG みたいになった時ありましたね。からん、もうなんかなんやろ、私服はどうかいね、わからん、可愛いけどね。研究生との連絡先交換できない。まあそれはでもあるわ。それはでも。でも自分が研究生の時はね、あんまなかったんですけどね。なんか、自分が、本当はしちゃダメだったのかな？わかんないや。でもね、私研究生の時に連絡した記憶があって、っていうのも入って3ヶ月ぐらいでもう講演出るってなってて、で分かんないことあったら聞いてねって、そう、同じポジションがみちゅさんだったんですよ。でみちゅさんが連絡くださった記憶があって、そう、なんか自分のポジションで分かんないとかあったら聞いてねってすぐにそう教えてくださって、そうだから結構そういうので、なんか、ダメだったのか分からん、あんまなんか詳しく禁止された記憶はそこまでないんですけど、なんでその時ね、一緒にもうずっと活動してたんで大事だった。
入りたての2期生、覚えてないな。いや、してないと思う、交換。今もしてないかな。うん、私まあ会うことがちょっと少ないってのもありますけどね。2期生今も、いや2期生じゃないよ2.5 期生と3期生してない。2期生はしてる違う違う マイキュー自分から連絡先聞くか。いや聞かんかも。聞けないけど、グループ LINE とかから勝手に追加して、中村おいでーすみたいな追加してくださいみたいな感じにするかななんか聞かないかな。ちょっと苦手ですね。だからさ、そうアイドルズの時も連絡先がずっと聞けなくって、でもアイドルズでグループ作ろうってなって、作ってからそのグループからこうポチって押して、でそのナッピさんとかに、あのナッピさん今から追加しますねって言って、あの追加ボタンを押しました。その目の前で今から追加しますってそのグループを作ってもらってからしたりするかも。そうキラちゃんもそうだった。キラちゃん今からやりますよって。ちょっとね、自分からなかなかね聞くのね結構あれですね。ガツガツ来るのは OK？ 全然嬉しいですね。なんか自分からいけない、なかなかなので。ありがとう、誘うより誘ってもらう方がいい。そうだね、やっぱりね。私なんか気兼ねなく誘えるのは、まあ、おきちゃんだな。あとはメンバーみんな誘われる方がいくかな。おきちゃん、いや、あとはみんなあれかな、先に私がスケジュール検索するかな、して。そうだね、
なくなったら困る。そうだよ本当に。もう本当に誰かとちょっと止めてきてくださいよ。ホキちゃんを本当に。マヒナさんは、マヒナさんはどうだろう、誘われることの方が多いですかね。自分から誘う、うん、か、あれ、私あれって言うわ、今日行きましょうじゃなくて、ご飯行きたいですよ、いつ空いてるんですかって聞く。そしたら、そう、空いてる日とか忘れて。ココアさん？ちょ、ココアさんはね、誘いはね、もうドンキに行く誘いしか来ないですよ。もう本当に。マイ、今からドンキ行こうって LINE が来るんですよ。あはい、行きましょうって。ドンキホーテに行く誘いの LINE かよマイ、今からドンキまで歩くよみたいな。ドンキ何でもあるんでね。ドンキの後もうない、解散、ドンキに行ってドンキ直行、ドンキから帰ってバイバーイって帰り道終わり。しかも私誘われて、ココアさんにドンキ誘われて行って、そしたらココアさんは全然もうそんなに物買ってないのに、私の方が大量に物買って帰るんですよ。誘われた方がで、なんか前の方が買ってるじゃんとか言われて帰る。焼き芋、え、この間もそれ、なんか前ドンキに焼き芋買いに行くよみたいな言われた気がする。 LINE で、ちょうどその時そう東京いて行けなかったんですけど、ドンキ誘ってくれる。ドンキだけの関係なのってちょっと今度来たら言います。私たちってドンキだけの関係なんですか。重たい？ドンキ仲間だから。ご飯行かないの？え、でもなんか二人で行ったことないかも。行きたい。お母さんと。ココアさんでも何食べるんだろう。なんかココアさんが食べとるものあんま想像できんないけどね。割り勘、でも私割り勘が好きだな、誰とでも割り勘がいい。なんか先輩とかだからってなんかじゃなくて割り勘がいい。なんか気使うくないですか。割り勘かお会計別。
千穂ちゃんとマリカンか。もう千穂ちゃんはちょっとだけ多く出してくれる時がよくあります。でうーちょっとなんかあの何ですかこう大体でこう合わせるんですけど、じゃあいくら出していくら出そうみたいな。でもなんかちょっと上回って出してくれたりするんですよ。いやだからそのなんかちゃんとな、そのなんかよく行くから毎回そんな一緒になんかご馳走してもらうとかそんなんじゃなくて、もう何ですか、そう、多いかも。舞ちゃん先輩にいてほしい。私でも先輩感もなくないですか。私パイセン先輩って呼んでほしい。全然先輩感ない。なんか部活とかでも先輩とか呼ばれることなかったんで。あの週1回しかない部活だったんで。舞先輩がいい。中村じゃない。中村じゃない。違う。おやすみってみんなが言い始めた。そうなんかい？おやすみの時間なのかい？ちょっと壇上呼ぼう。ちょっと待ってね。よいしょ。福太郎さん。みやさん。サンキュー青い鳥さん。今日もかわいきゅうさん。今日もかわきゅうさん。きなぺこさん。おとまちさん、東京のスワンさん、おつかれさん、くまねパパさん、KY さん、ゆずきちさん、やまちゃんさん、りょんきゅうさん、ありがとうございます。おやすみなさいませ。また明日。59分。たくさんありがとうございます。ギフトも見てくれてありがとう。サンキュー、センキュー。おやすみ、また明日。ラビュー。おやすみなさ、おやすみなさい。ありがとう。明日は土曜日です。ん？土曜日です。え、金曜日？あ、土曜日よね。曜日感覚がわー。